はい、どうも皆さん、バルチゲームクラホームのクロと申します。ということで、バイオハザードプレイ、次の方をプレイしていきたいと思います。前回はね、前回はクリスと切り替わってクリスをやって、で、ここまで来ました。これが金コント。あーでも見るからに赤ん坊だよね。だって口があって鼻があって、ちょっと限界だけど、こう目があって、これは壊せないと。で、多分物資の救援物資はもうおしまいなのかな。もうないと思って良さそうだよね。地下だもんね。これはミランダの研究室。うわ、なんだろう、いろいろ気持ち悪い。あ、ドナ・ベネビエント。あー、ドナってあれだ、ドナンダ・アンジーだ。あ、愛用の人形に自身のカードを株分け、株分けでいいのかな。次、これ、これあれだ、ハイゼンベルグだ。エヴァってことは、その、え、エヴァって何、そのボス、ドミトレスクだね。新陳代謝の増加が著しい。なるほどね。で、これがあれだ、モロだ。うん、あ、夜に近い太鼓像を持つと。なるほどね。まあ、それぞれ部下たち4人分のそれぞれの記憶か。これ何？村人か何か？我が子ミランダ、このような形での再会なる非礼を深く謝罪させていただきます。はあ、15年前村で過ごした日々は私の人生で最も敬意に満ちた時間でした。はあはあ、あー、ミランダはまあ菌類で、この私っていうのが爆発的感染力。あー、ウイルスか。あー、 T ウイルスってことなのかな。あー、アンブレラだ。アフリカってことはあれだよね、5、あそこ舞台アフリカとかじゃないっけ。アフリカっぽいよね、あの感じ。オズウェル・E・スペンサー、めっちゃ聞いたことあるよ、この名前。スペンサーが村に、バカな。え、オズウェル・E・スペンサーって超聞いたことあるよ。あ、これエブリンかな、真ん中の。あ、違うかな。
私のエヴァ、はあ、スペイン風邪からあなた助けなかった。ああ、もう自分の娘、エヴァって娘のことか、このミランダの。ってことはノーズを使ってこの死んじゃった娘を、まああれか、ゾンビとして復活させようっていうことをしてるのね。うわっ、あミラ手を上げろ。アンバーアイズ、ミランダは今どこにいる？まだ採取場だ。何かの準備をしてる模様。驚いた、本物なんだな。無事でよかった、ミア。どうしてここに？突然捕まって、いろいろと検査された。ミアと言ったか、ミア・ウィンターズ。ああ、本人だ。そっちの状況は？さながら戦争だが、なんとかなりそうだ。任務を優先しろ。俺はこれから祭祀場へと向かう。待って、ここに置いていくつもり？約束したはずでしょ、私たちのことを守るって。いや、全てあなたの言う通りにした。こっちに引っ越したのだって、家族と一緒ならそれでいいと思ったから。ねえ答えて、夫は今どこにいるの？私の娘はどこ？イーサンはもういない。救えなかった。だがローズは生きてる。来い、ここももう危険だ。いないってどういうこと？死んだ。残念だが今は逃げるんだ。この村を爆破しないと。ダメ、違うわ。隠し通しておきたかったけど。あなたは彼が特別だってことを知らないの？え、どういうこと？え、生きてるってことじゃ。クリス・レッドフィールド、かっこいい。え、生きてる？どうなってるんだ？誰かいるのか？嘘！いや、これ完全サンズの川とかじゃないの？どうしてこんなとこに。もうくそ、怖いそうだ。畜生、体が。いや、サンズの川じゃん。どうしてこんなとこに。お前は死んでる。死んでる。そうか、俺はミランダに、いや俺はローズを助けに。違うよ。ミランダのせいじゃない。お前はずっと前から死んでる。何言っているんだ、俺はまだ。どういうこと？ほらね、ミランダに殺されたんじゃない。一度もおかしいと思わなかったの？
今まであんなに傷ついてきたっていうのに。思い出して、お3年前のあの日、ベイカー邸でお前はジャックに殺された。お前はとっくに死んでたんだ。すまん、バカな。ありえない。だから動けるはずがないんだよ。いい加減なこと言うな。動けるはずがない、わかる？ふざけるな。じゃあ今までの俺は、俺は自分で。ローズ、いや、俺は。あ、分かったでしょ。お前の体は全部カビでできてるんだよ。お前はもう二度と家族には会えないよ。体が、家族、俺の家族、ダメだ。ローズ、助けないと。娘よ、お前はもう死んでる。死んでるんだ。お願い、ローズは必ず助ける。開いた口が塞がれないんだけど。え、3年前ベイカー邸でジャックに俺もすでにイサ殺されてたってこと？どこ、ここ？ようやくお目覚めですかな。あ、デューク、ここはどこだ？私の馬車です。ひどくうなされてましたね。デューク、ハイゼンベルク卿とは激しい戦いでしたな。ましてやミランダまで現れるとは。どれくらい寝てたんだ？もうすぐ夜明けです。デューク、頼みがある。ミランダのところへ。そうおっしゃると思い、すでに向かっております。間もなく着きますよ。ありがとう。しかしよろしいのですか？そのお体はまるで朽ちかけているようだ。ああ、分かってる。愚問でしたかな？これも愚問だろうが、お前は何者なんだ？私自身も存じかねます。着きました。助かったよ、ウィンターズ様。あなたはもう人の世に戻ることはできませんぞ。ご覚悟は。ああ、できてるさ。急がないと。うわあ、マジだ。生きてるよ。もう全部きっちりあるわ。ちょ、痛いから回復してくれ。はい、ということで今回はここまでにしたと思います。もうまさかのだったね。イーサン生きてるよ。この先か。
さっき整理整頓したばっかり。前回まあイーさんが特別な理由だってミアに教えてくれて、特別なやつだと、特別な人だよって教えてくれて、で今まさに生きているという状況ですね。特に多分何もないのかな。でね、走れないっていう。まあ多分こっちであってはと思うけどな。邪魔をするな。本当だよ、邪魔するなよお前。気持ち悪い。まだ不気味だから嫌なんだよ。近づかないでほしいんだよ。帰れ。まだ生きてるのか。死になさいよ早々に。あ、走れる走れる。急げ急げ急げ、先に進まないと。どうやって進むのかな。もう生きるのマジ。ああ、かわいいエヴァ、私の愛しい娘、さあ出ておいで。エヴァ、お前なのかい。ああ、どれほど会いたかったか。なんだ。私の力が奪われていく。ローズ。ミランダ。興味深い。やはり普通の人間ではないか。さっさとローズを返せ。早く。小賢しい。今度こそ息の根を止めて。もう今だ、ローズを。はあ。お前のじゃないんだよ。生涯を費やしてきた。なのにそれを奪おうというのか。うん、誰にも渡さ。ああ、我が対岸がなされる時が来たのか。ローズはこの私のもの。どうなってる。え、嘘。ローズは、お前の役目は終わった。我が偽りの子らを始末し、大いなる貧困を目覚めさせる。ローズのことなら何も心配はない。私が真の幸福を与えてやるから。ちょ、痛い痛い。お前だけは許さない。やめ。はい。上がり。ああ、何何何。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。さあ行くぞ。お、危ない。いった、あ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 た、当たり判定。私とて同じこと。わかるけど。どうしてわからないんだ。ローズはお前の娘なんかじゃない。痛い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 。さあここで終わりだ。おお、危ない。胸を貫かれ生きられる人間だった。わわ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 わ
あれ、はいはいはい、さあ死ね、死に、あー、ぶらい、こっちだってね、死にたかないよ、死ね、はい、愚かなまでもそこまで、はい、あ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 、危ねえ、危ねえ、はい、はい、さあ、ここで終わりだ、はじめー、よし、はい、貧困が絶望の淵にいた私を救い出し、この素晴らしい力を授けたもうたのだ、はい、ああ、そうだ、貧困のせいで行かれたんだ、おお、痛い、やばそう、やばそう、走れば当たらない、きっと、あ、痛い、くる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 、何が、こちらのセリフだ、何もせず、お前はじっと死ぬのだ、黒き神の怒りを受けるがよい、何何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 、よしよしよし、おら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 、おお、真っ暗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 、何も見えないよ、何も見えない、何も見えない、もう夜だ、ああ、あとは全て私に隠すと、あ、見えたわ、さあ、ゆっくり眠れ、そうはいくか、本当だよ、そうはいくか、死ね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 、はい、当たってんのかな、当たってなさそうだよね私は我が娘を必ずや取り戻す、やってみろ、ローザ俺の娘だ、お前の気持ちはわかるぞ、嘘ではない、だがお前はここで終わりだ、貧困とローズが真に一つとなると、我が愛する娘は再び蘇る、私は100年立ち上げた、100年だ、今日この日のために、ああ、100年かも、おお、あぶね、お疲れ様、痛い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 、死ぬ近くのお前がローズを手に入れてどうなるというのだ、ローズは俺の娘だ、俺の娘だ、ふざけるな、本当だよ、お前の娘、あ、痛い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 、まあ、軽く軽く、まだある、まだある、まだある、あと1個ある、お前の命はもう終わったのだ、なぜ、ああ、最低、そういうの、私の邪魔をするな、いや、危ない、すぐに楽に、はい、くる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 、まだ立ち上がる、 OK、オッケーオッケー、もう一回来る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 、ラビトも4人の新たな子供も100年にわたる我が孤独を埋めることはなかった、それがお前の本質だからだよ、本当だよ、お前を誰も愛せやしないんだ、死ね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 、怖い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 、私は我が娘を必ずや取り戻す、ちょっと待ってよ、我が対岸は誰にも決し
して邪魔させる。オッケー、よし、ちょうど入った。もう終わりにしよう。回復薬1個作ろう。オッケー、回復薬2つ作った。これもう6発ぶち込んでやればいい。7発だ。はい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 。さあ死ぬ。やだわ。はい。OK。はい。あ、なんか感じてたぞ今。オッケー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 。あー、嘘嘘嘘嘘。これで貴様の終わりだ。二度とこの私の邪魔をできぬよう。よーし。えい。わかった。この日のために取っておいたんだよ。はい、へへへへ。早く倒れなさいよ。私の娘、私のエーボあ、ローズ、ローズ、大丈夫だ、ローズ、もう大丈夫。よかった。あ、嘘、嘘。イーサン、イーサン、おい、イーサン、おい、イーサン、起きろ。まずい。クリス、イーサン、やったな、やつは終わった。それは俺も同じらしい。イーサン、逃げるんだ。ねえ、足を止めるな。奴には村ごと吹き飛ばせる爆弾が仕込んである。これを見ろ。今起爆すれば俺たちも終わりだ。しっかりしろ。ミアが待ってるぞ。ミアはちゃんと生きてる。生きてるんだ。ミア、許してくれ。愛してる。ローサ頼む。おい、立て。おい。自分で伝えろ。ほら、あともう少しだ。守ってやってくれ。強くなれるよ。あっ、くそ。来て、ローズマリー。イーサン、
ぜ。出せ、離陸だ、急げ。待って、イーサンはどこ。急げ、すぐに離脱しろ。ダメ、夫がまだよ、置いてはいけないわ。ミア、座ってベルトを。イーサンがどこにいるのか教えてちょうだい。私たちを見捨てるはずない。ねえ、どうなってるのか教えて。どこに。今のは何。座ってろと言っただろう。いやよ、イーサンはクリス、あなた何をしたの。彼は死んだ、救えなかった。俺たちを逃がすために残ったんだ。すまない。隊長、これを見てくれ。 BSAA がよこしたのは兵士じゃない、 BOW だ。奴ら何考えてる。あ、隊長、指示を。チーム全員を集めろ。 BSAA 欧州本部へ向かう。付けを払わせてやる。ということで、バイオハザードビレッジ最後までご視聴いただきありがとうございました。いやなかなかこういう展開はないんじゃないのかな。あのあれみたいだね、アルマゲドンみたいだね。他の人たちを守るために、まあ自らスイッチを押すために残したと。いやいや、久しぶりに泣いたね。兄さんがまさか、兄さん最後まであそこで死ぬとは思ってなかったな。残ると思ってたのに。ということで今回はここまでにしたいと思います。欲深い子だ、受けた恩も返さずに。魔女がそう言うと少女は鏡に閉じ込められてしまいました。そこへやっと少女の両親が助けにやってきます。父親は魔女に立ち向かい、母親は愛の力で鏡の呪いを解きました。父親は戦い叫びます。娘を頼む、
母親は少女を連れ燃える森から逃げ出しました。焼け残った森は人々に父親の犠牲を思い起こさせ、今でもなおその荒れ果てた土地をじっと見つめた子供はベリーを摘みに行き迷子になる悪夢を見るといいます。おお、なるほどね。最後のあの父親をが魔女と戦って娘を頼むっつって母親と子供を逃げてったのが、あれがイーサンとかミアとかローズのことなのかな。でもそれにしてもそうなるとあれだよね、ローズちょっと大きすぎだからちょっとそれはまた違うのかな。いやー、なるほどね。村の人たち、まあ、村の人たちってことは普通にあれなのかな、やっぱミランダとエヴァのことなのかな。じゃあ最後のやつはまたちょっといろいろこう考察が考えられますけど、バイオハザードビレッジの、実況ここで終わりたいと思います。はい、ということでですね、ちょっと暑いね暑いね。いやー、なんか泣いたねイーサンが死んじゃうと思ってなかったね。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。また次回別のね、実況の動画でお会いしたら嬉しいな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイオハザードビレッジこれで終わりたいと思います。それではまた次回もお楽しみ。男の子は月に触れると思う？そんなの無理だよ。だって遠すぎるもん。もし宇宙船があったら？ああ、なら触れるかもね。でもきっとすごく冷たいよ。姉さんね、お父様はシャチとは違うんじゃないかしら。でもわかんないよ。父さん、誕生日おめでとう。先週は来られなくてごめん。テストとかいろいろあって、わかるよね。もうタイミング最悪。仕事みたい。愛してるよ。ああ、見つけた。例の場所だ。こんな日に限って君の出番だ。頼むぞ、エブリン。二度とその名前で呼ばないで。おいおい、ただの冗談だろう、ローズ。クリスも知らない力をあんたで試してやってもいいんだよ。いつでも撃てるぞ。待機してろ。
問題ない。まだガキだ。まだコントロールできない。彼に似てきたな。知ってる。ご視聴ありがとうございました。今回の動画良かったよっていう人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter の方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。